高校生が拾ったゴミの質と量で競い合う日本財団海と日本プロジェクトスポゴミ甲子園。2020年11月都内で行われた大会には25都道府県の高校が出場し、川口工業高校はポイントの高いタバコの吸い殻を多く拾う作戦で、総重量 15.86kg で悲願の初優勝。そこで2021年1月12日生徒たちは川口の奥野木信夫市長に優勝報告をしました。皆さんのご奮闘に、心から賞賛の言葉を送りまして、私の挨拶にさせていただきます。これからも頑張っていただきたいと思います。以上です。おめでとうございます。その後、奥野木市長から記念品と賞状が贈呈されました。優勝報告を終えた生徒たちに優勝した要因などを伺いました。他のチームと比べてやはり前日からもう力を入れていて、その大会の会場に向かって下見をすることによって、ゴミの位置の把握などに努めることができ、そのおかげで素早くゴミを集めることができて大会に優勝できたと思います。前回先輩たちが出ていて優勝できていなかったんで、それを自分たちが優勝できたんでとても嬉しく思っています。今の自分たちの持っている力や知識を後輩にも分けられたらいいかなと思っています。海と日本。ご視聴ありがとうございました。海と日本プロジェクトのチャンネル登録、ツイッター、インスタグラムのフォローもお願いします。